基盤を削ってスカルプにするなんていうこともできる。Yes, the tools are slightly different. The saw blades have slightly finer teeth and so on, but the principle is the same. まあ工具としてはね、さっきも言ったエボニーのぐらいの硬さを持っているものなので、多少まあそういうのに対応したような工具が必要になるかもしれないけども、やることは基本的にやることはもう全く普通の木にやるのと変わらない方法でできるそうです。Basically, there's a lot of different techniques. It depends how it breaks, but you can. もう長いこと時間的な経過を経たような状態で出来上がってるということなんですよ。ただしヴィンテージにはない透明感とか透き通るようなというかですね、そういう要素というのを持っていて、だからヴィンテージのなり方プラスアルファだというふうに考えています。実際問題、このフラックスウッドのユーザーにはクラプトンのサポートをやってるフィル・パーマーという人とか、
まあ、他にもいろいろいて、そういう人たちっていうのは基本的にみんなヴィンテージ、元はヴィンテージ、もともとヴィンテージギターのユーザーだと。でそれがそういうヴィンテージギターだらけの中の音楽に入ってもちゃんとこの楽器はもちろんモダンななり方をさせることもできるけれども、ちゃんとそういうヴィンテージの中でちゃんと一つの一位というか位置を確立してヴィンテージギターと同様に扱われる、つまり惹かれるということだそうです。Well, for example, if we talk about the tremolo, I think we must have tried about 30 different tremolos before we chose this one. So Veijo knows all the other tremolos very well. What we found with this, that it didn't lose a lot of energy. まず、まあ、選ぶのに対してトレモリニというクラスの30種類ぐらいから選んで、まあ、一番いいもの、とにかく、最終的にそのマシンヘッドですね、糸巻きの部分が後藤だったりとか、でナットは自分のところで作ってるんだそうで、なのでアーミングをしてもそのチューニングのズレが出ない、すごくいいナットがついてるっていうことなんですが、まあ、要はその供給とかも含めて安定して供給がされたり、それからもちろんクオリティ、その2つっていうのがポイントでパーツを選んでるとそうです。でダンカーとか、まあピックアップもあっていいん でそういう意味ではその例えばクオリティの EC数から、その供給面というのも安定していって、and seeing that we have a guitar that has a lot of technology, innovative technology, we feel that not now darling it's a sort of a safe choice and a quality choice. May I add one thing as well? Even though they do come with Duncans, and of course if you feel comfortableでリチャードが付け加えたのは、楽器自体、ボデル自体がですね、非常にこれね、トランスパレンシーというんですけど、なんていうんですかね、要するに透けちゃうっていうようなことなんですけども、要はピックアップのキャラクターを非常に出すそうです。例えばレスポールでピックアップを乗せ替えた、もちろんピックアップの違いは出るんだけれども、それ以上に、普通のギター以上にピックアップの違いというのはものすごく顕著に出るというわけです。もちろんフラッシュフードの中にカスタムショップというのもあって、ユーザーさんのリクエストに応じてピックアップを載せるということもやっていますと。今日ここにあるギターは基本的にはその、一般的なスタンダードデザインとして、販売しているそういうギターを並べているということです。あとちょっと付け加えますとですね、これ実は指板っていうのがないんですよ。要するに昔テレキャスターとかでワンピースメープルネックっていうのがあったと。直接フレットを打っちゃうフィンガーボードがないっていうやつなんですが、実はこれもそうでですね、指板というのを持ってないんですね。ワンピースでできてます。そこにフレットを打つというようです。 I mentioned about フィンガーボード、だからすごくいろいろな部分が面白いですね。あと質量っていうのはネックもボディも全部均等なんですね。全く同じ質量を持った。Maybe that Richard will be mentioned about the guitar after this music and from the guitarist's viewpoint. Exactly. I will, now I will just improvise a little bit, more funk rock kind of things with the scratto. See what that sounds like. 次のはもうほとんどが今リアルタイムのインプロビゼーションで弾くスタイルでやりますと。で、この白いシングルコードを積んだギターで、ストラトっぽいサウンドで、次の曲をちょっと、やるそうです。